7月11日放送のグッドモーニングテレビ朝日系に先の都知事選で2位と躍進した石丸新司氏41が出演物議を醸した選挙特番でのやり取りについて持論を展開したのだが石丸氏は都知事選投票締め切り後の20時から各メディアで行われた選挙特番に出演 しかし、富士テレビ系の選挙特番、ミスターサンデー、七夕決戦都知事選 SP で、元の木坂46、山崎玲奈、27、が公約における都政と国政の比重の違いについて、質問したところ、大変申し訳ないですが、前提の下りが、全く正しくないなというふうに感じましたよ特賞。また山崎が、すみません、不勉強でと釈明したものの、 石丸氏は、よろしいですかとコメント。そういった態度に X では「胸くそ悪すぎこんな人が上に立つの絶対ダメでしょ」といった声が上がったまた山崎も石丸氏とのやり取りについてかそのあとある場面限られた中継弱で意図している疑問を端的に伝える力が足りなかったなと反省愛知怖かったでも楽しかったいろいろ若くてすみません 今後とも精進しますので多めに見てもらえますと、幸いですと X に投稿していた。波紋を呼ぶ中、ついにこの日のグッド、モーニングで、石丸氏自身が沈黙を破った。元アイドルか現役アイドルの方がインタビューされた。乃木坂の方ですかと切り出すと、質問をされてきて、それで僕は、全くいつもの調子で返して、それがあまりにもひどかったと。 そういう評価で。ご本人も怖かったみたいな感想を言われたらしいんですよ、とコメント。続けて、そういう方に対しては、あれはちょっとかわいそうだったかなっていうと反省しつつも、こう話した。真剣勝負で切ったら、相手、死内も持ってなかったみたいなね。ただ、あれはもう一遍あの場にいても、同じ風にやっちゃうんです。それは女。 子供に容赦をするっていうのは、優しさじゃないと思ってる。まあ、もうちょっと優しく言ってあげればよかったのかな、かっこ笑い。さらに頭に手を置く仕草をし、笑みを浮かべながら、もっと、ポンポンってやってあげる感じがよかったと言い、それでも失礼ですよね。やっぱり失礼じゃないですか。相手も、プロとして、あの場にいらっしゃるんだったらと述べた。 女、子供にも容赦しないと言いつつ、ポンポンしてあげればよかったかなと女性を、子供扱いする素振りをしてみせた石丸氏。そんな、X 上では、石丸氏の言動に嫌悪感を示す声が、続出している。今朝のインタビュー、キモかったんだけど、頭ポンポンみたいな感じで優しくすれば、よかったんですかねとか。セクハラだし、鳥肌立った。そういう話じゃない。 お前が言われてるのは自分が見下している相手に対しての態度が悪いってことだ時代錯誤なこと言ってんじゃねえよやっぱエク笑い頭ポンポンしてあげればとかヤバすぎ動画で見たらもっとひどかった石丸慎二女子どもに容赦するっていうのは優しさじゃないに加え頭ポンポンとか完全に見下してるヤバすぎる 女子どもという属性で相手を見下し頭ポンポンだってシンプルに気持ち悪いんですけど以下はネットユーザーの反応をまとめたものですその昔田中角栄氏が諸星術として味方を増やすより敵を減らせという格言を残した貧しい生い立ちから叩き上げで這い上がってきた田中角栄氏の言葉には今の時代にも通用する重みがある いくら時代が変わっても敵を増やすことには何の理もない一度否定的に乱したらどんどん加速してしまうからね石丸さん今は無理に挽回しようとせず政治家として次の準備をやっていった方がいいのではないかと思いますでも石丸さんが主張になって一市民が対話できる機会があったとして 何かを陳情しようとしても話が通じない可能性はありそうな気がする極端な対応発言の切り取りで人気出てますけど一緒に舌で働くもしくは仕事の関わり合いがあると疲れるでしょうね意固地になるところもちょいちょい見られますし思いは分かりますけどバランスが悪いんですよ分かっててやってる勘出されるのもどうかと思いますし基本素直でなくて 癖の強い人ですよね市長時代はバンバン敵対勢力を叩き注目を浴びてきたでも東京と山下国では利害関係者が多く自分の考えと違う相手を切るだけではことが運ばない世の中白黒はっきりしないことの方が多く調整しながらことを進めていくことだってよくあるのだそうした場合相入れない相手とも真摯に協議をし より良いい方向性を見出していく力が必要。石丸氏のような方が権力者になるとそれこそ今の自民党のように傭兵になり独断で事を進めるばかりで意見の相違する方々と調整をしたり国民に丁寧に説明するようなことはしないのではないか石丸さんはいろいろとそれらしい説明をされていますが山崎玲奈さんの質問に素直に答えなかった理由は 答えたくなかかったからだと思いますなぜかといえば、まともに答えたら、都政よりも国政がやりたいということがばれてしまうからです。YouTube で、リハックリハックという番組を見てみたら、そこでは終始笑顔でインタビューに応じられていましたが、石丸さんがやりたいのは国政なのだと思いました。古市賢樹さんの質問に答えなかったのも、同じ理由だと思います。 まともに答えたら都知事選に出馬した理由は今後の政治活動のための踏み台という私りし欲でありそれは石丸さん自身が批判する政治家の姿に重なるだから答えられなかった都政より国政がやりたいという本音は隠せたかもしれませんが最低な人間性がわかる結果になったなと思いますまず、女、子供に。 容赦しないというところはアイドルにも政治評論家にも同じような姿勢で向かう例えだったと思いますそもそもが忖度したり都合のよいことだけを切り取ることを徹底的に掃除してきたと思うのでメディアに対してはかなりの頭脳戦で向かっていると感じます新しいものに違和感があるのは当然のことしかしながら時代は変化しているから 石丸さんについてあまり表面のことで判断せず本質をゆっくり見守りましょうよ私は何か彼のこの先が楽しみです有権者はもっと時間をかけてこの石丸慎二という人物を観察する必要があると思う国政選挙で立候補してくる可能性もあるだろうその時目新しさだけで投票するのは止めた方が良い 単なるうぬぼれやかもしれない。質問に対するあの喋り方、何とも言えない嫌悪を感じるけど、嘘は言ってないとしても上から、目線の回答、喋り方、常に自分が、上という姿勢に見えてならない。